泉健太は日本の政治家、立憲民主党所属の衆議院議員、立憲民主党政務調査会長、同党、内閣府大臣政務官、民進党組織委員長、希望の党国会対策委員長、国民民主党国会対策委員長、国民民主党政務調査会長等を歴任。選挙では通称泉健太を用いている。2009年10月17日、 のサップ岬にて、内閣府特命担当大臣、前原誠司、根室市市長、長谷川俊介らと歯舞群島を視察北海道、札幌市北区生まれ、札幌市立北海道札幌海正高等学校、立命館大学法学部卒業。大学在学中は、関西学生弁論討論交流会会長、全日本学生弁論討論交流会会長を務めた。 立命館大卒業後は、民主党参議院議員、福山哲郎の秘書を務める。2000年、第42回衆議院議員総選挙に、京都3区から民主党公認で出馬したが、自由民主党の奥山茂彦に敗れ、重複立候補していた比例近畿ブロックでの復活も、ならず落選した。2003年、第43回衆議院議員総選挙に再び、京都3区から出馬し、 前回敗れた奥山を破り初当選した。2005年の第44回衆議院議員総選挙では、小泉旋風による民主党への逆風に苦しめられたが、自民党の清水光一郎らを破り再選しに選。2009年8月の第45回衆議院議員総選挙では、清水に比例復活すら許さず、京都3区で参戦。同年9月に発足した鳩山幸雄内閣で、 内閣府大臣政務官に就任。2010年6月、菅直人内閣でも内閣府大臣政務官に再任され、同年9月の菅直人改造内閣発足により退任した。2012年12月の第46回衆議院議員総選挙では自民党の宮崎健介に僅差で敗れるも、比例近畿ブロックで復活し4選2014年12月の 第47回衆議院議員総選挙では再び、宮崎に敗れるも、比例近畿ブロックで復活し後戦。2015年1月に行われた民主党代表選挙では、元幹事長、細野武志の推薦人に名を連ねた。2016年4月実施の京都産区補欠選挙に、民進党公認で出馬。4月12日国事日の立候補届出に、伴い衆議院議員を自動失職した。 補欠選挙では、当選5回の実績を訴え、6回目の当選を果たした。当選の旨が、京都府選挙管理委員会により、同月26日に告示され、同日付で、衆議院議員となった。2017年10月3日に、希望の党に公認申請し、4区前職の北上、敬老、6区前職の山井和則と共に、府内の申請者が全て公認された。 そのため、京都府内の民進党出身者の中では、民進党を離党した枝野幸男が結成した、新党、立憲民主党に参加する全議員はいなかった。同月の第48回衆議院議員総選挙で7選。11月の希望の党共同代表選挙後の党役員人事では国会対策委員長に就任した。2018年5月7日。 民進党と希望の党の合流により結成された国民民主党に参加し、希望の党に引き続いて国民民主党でも国会対策委員長に就任した。9月11日より党政務調査会長。2020年9月4日、立憲民主党、国民民主党、社会保障を立て直す国民会議、無所属フォーラムの2党にグループが合流して決闘する。 新党代表選挙に立候補することを表明する。10日の投開票では、枝野幸男に敗れた。15日、決闘した新、立憲民主党の政務調査会長に就任した。警察官の救急法訓練を定期化2006年1月の衆議院内閣委員会で、事故現場等での警察官の救命処置が不十分との報道があるのは、救急法訓練が、 基本的に採用時の一回だけなのが原因ではないかと指摘した。警察における私物 PC 一層2006年愛媛県警などにおいて警察官の私物パソコンに寄生したコンピュータウイルス経由で捜査資料等がネット上に流出する事件が起きた。同時期同様の事件が起きた防衛庁は公務に私物 PC の使用を禁止し、 不足する PC を公費で速やかに整備することを発表したが、警察庁は PC の整備は、府県の予算措置であるとして、警察庁主導の私物 PC 公務使用一層に、消極的な姿勢を示していた。そこで、同年4月の衆議院内閣委員会において、府県の予算でも、制服や拳銃などは、全国一斉に整備された洗礼を挙げ、警察庁の強い指導を求めたところ、 二日け鉄尾国家公安委員会委員長から、ただいま検討中でございます。18年度予算となれば、予算要求は8月に出すわけでございますが、現在検討いたしております。という答弁を引き出した。無戸籍児に対する児童手当支給などの行政サービスを、徹底2007年3月の衆議院予算委員会、第5分科会で、離婚後300日以内に誕生した子は、 全部のこと推定する民法第772条により、戸籍のない子供の多くが行政サービスを受けていない問題を指摘した。高齢運転者標識、もみじマーク表示義務化を見直し、平成20年5月の衆議院内閣委員会で約1ヶ月後の6月1日に施行される、改正道路交通法で75歳以上の高齢運転者の高齢運転者標識、 もみじマーク表示が義務化されることについて、標識表示率が低迷している調査結果があることや75歳以上のハイヤーやタクシーの運転者が数多くいる現状を指摘、表示義務化の再考を政府に求めた。提出者となっている法案、編集提出者となっている議案は以下の通り、提出会派はいずれも民主党、無所属クラブ、深く関与した法案、 編集提出者にはなっていないが立法に深く関わった法律案は次の通り。2010年4月29日、チリにて国家緊急事態局長官、ビセンテヌニエスと会談2010年4月30日、ビオビオ州コンセプシオン市にて、チリ自身の被災地を視察不都市は現職。2009年12月7日、内閣府にて内閣府特命担当大臣福島水保。 内閣府副大臣、大島敦史と男女とも同さんがお披露目、ありがとうございます。